皆さんこんにちは。 YouTube チャンネル松本大芦屋では様々な歴史トリビアを紹介しています。今回のお題はこちら、どうする家康でどうなる毛利としまして、2023年の大河ドラマの時代に独自の視点で切り込んでいきたいと思います。はい、2023年大河ドラマはどうする家康、主人公徳川家康の生涯を描く戦国群像劇ですが、物語の舞台となる天文11年から元和2年といえば、家康の宿敵毛利氏にとっても激動の時代でした。戦国の荒波を乗り越え江戸幕府を築いた徳川家康と、後に江戸幕府崩壊の当事者となった毛利氏、まさに江戸時代の両者の関係は太陽と月のような関係と言えると思います。この徳川家康と毛利氏中興の祖毛利元就なんですが、比較すると意外な共通点が見えてきます。どんな共通点でしょうか。次の動画でお知らせしたいと思います。